ベルナール・デュビウス・ド・ジジニー、ベルナール・デュビウス・ド・ジジニーは、オランダの貴族、ベルギーの政治家、鳥類学者、古生物学者である。サンジョスタン・イコール・ノードで生まれ、バート・エムスで死去した。レオナルド・デュビウス・ド・ジジニーの次男で、1845年5月19日に、ペトロニラ・トレーズと結婚し、バイカウント、ベルナール・ダニエルとバイカウント、クレティアンの2子を設けた。 ルーベン州立大学で法律を学んだが、すぐに鳥類学に興味を持ち、1835年にベルギー王立科学芸術アカデミーでオーストラリアの聖カシキクラットリンクスレウコケファルスを記載した。彼はソワニエの町の議員も務めた。1846年にベルギー王立自然史博物館の初代館長となった。この機会に彼は 自身の持つ2474個の鳥のコレクションを博物館に寄贈した。1860年、アントワープ近郊に要塞を作る際に彼は古生物学に関わることになった。発見された化石は主にクジラのものだった。この時、現在も博物館に展示されている北極クジラや若い白長スクジラの骨格も得た。 1860年、リール近くでマンモスの骨格が発見され、博物館に持ち込まれた。この当時、マンモスの骨格は、他にサンクトペテルブルクの博物館にしか展示されていなかった。1867年には、ベルギー王立科学芸術アカデミーの科学部門長となった。ありがとうございます。